でもあなたはご存知なんですね。スピードワゴンだ。詳しい話は後でさせてもらうがよ、俺たちは聖なる遺体の部位を集めてる。そしてそれには頼む、俺たちに力を。一つだけ確認させてください。この聖なる遺体の光を当てればブチャラティやフーゴは正気に。そう考え。ああそうだ。わかりました。僕たちも。あ、その亀は。おっと、そうそう、ミスターたちに教えてもらったんだが、この亀、背中が、中が何人でも入れるくらい広い部屋に。この亀を利用すれば光のひびで離れ離れになるってことは防げるぜ。見てろ、こうやって入る。消えた。もしかしてスタンド能力か。この待ってください。あ、ずっと気になっていたんです。今はっきりと分かる、あなたの正体が。正体だと？何のこった？あなた、亀のポルナレフさんですね。は？なんだって？そうだよな、俺もさ。俺も！あんた、亀と入れ替わってた。亀と入れ替わってた？亀の時よりも若い感じがするわ。亀の時？おい、ちょっと待て、話が見えねえな。まるで俺が亀になるみたいなこと言いやがって。あ、イタリアのジョーク。ねえ、ひょっとして。ここんとこ異常なことばかり起こってたんで感覚が麻痺。冷静に考えると亀になるって相当ショッキングなことだぜ。黙ってた方がよかったか。ジョルノ、お前が言い出しっぺだからな。お前が何とかしろよ。わかりました。すみません、気のせいでした。何でもありませんよ。ジョー太郎さん、亀の中に入ればいいんですね。お先に失礼します。そうそう、気のせいだった。ごめんなさい。あんたはよ、亀にならないからよ。おい、待ちやがれ。説明しろ、おのれら。何かわしらにはよくわからんが、ポルナレフと彼らには縁というかつながりがあるようじゃな。やれやれだぜ。家教員はもう亀の中に入っとる。さあ、光の日々で移動すると。やはり聖なる遺体に導かれたか、ジョルノ・ジョパ。